へ。パパ、パパ、パパ。よいしょ。はい。降りますか。行ってらっしゃい。バイバイ。バイバイ。バイバイ。じゃ行ってきます。お願いします。はい。バイバイ。行こうか。あー、いい天気やね、会長。気持ちいいですか？いやー、ほんと、いい朝日。ベロが出とるよ。最高やね。ご機嫌でした。ご機嫌だった？うん。あ、そう。いただきます。上手。うんうん。上手。ありがとうございます。あ、そういえば財布の中身見たけど、めっちゃおもろかった。本当はよかった。おもろかった。めっちゃの編集も面白い。ずっとテンション高くやったけんね。よかった、面白かったなら。ふふふふ、飛び跳ねてるよ、もう魚みたいになってる。はぁ、いちごミルクやね、うん、うまこれがプロテインってすごいよね。すごいマジで、いちごミルクにしか飲みやすい。うん、セルフいないいないはしてるの？いないいないバーン。わお。誰が臭いですか？
つば詰めました。すいませんでした。撮ってますよ。使用料かかりますよ。撮影料。おいもさん、はい、そんなこと言っとっていいんですか。すいません。はい、ということで私たち家族の朝の習慣ルーティーンの動画だったんですけど、どうだったでしょうか。まあ大体こんな感じよね、毎朝。うん、この時点で9時前ぐらい、うん、それの間、それまでの動画でした、うん、動画内でチラッと出てきたこちらはガーデンオブライフのプロテインとコラーゲンとサプリになってます。ちょっとしたこれのちょっと詳しい説明をしていきたいと思います。まずね、ガーデンオブライフっていうのは主にサプリメントなどのオーガニックのブランドで、原料を追跡できたり素材をそのまま使っているのでとても安全なブランドなんです。じゃあサプリメントが有名ってことなんで、まずはこちらの私が飲んでいたワンスデイリーウィメンズをご紹介します。イエーイ、パチ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 、なんさ、パチ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 。これは女性向けの1日1錠程度飲むやつなんですけど、健康維持に役立ち、女性特有の健康ニーズをサポートしてくれるものになっています。今までサプリ系とかあまり手を出してなかったんですけど、1日1錠程度で手軽に摂ることができるので、健康のために朝の習慣として飲むようになりました。じゃあ次はこちらのホエイプロテインについてご紹介します。タンパク質は普段の生活だけだと全く足りてないということで、プロテインは毎日飲んでます。で、朝はプロテインだけにするととても調子がよく仕事もはかどるので、朝のプロテインはもう毎朝の習慣となってます。もう本当にお腹空いた時だけちょこっとおにぎり食べて、そうだね、なんですけど、基本もプロテインだけっていう感じにしてます、うん、しかもこれはね、人工甘味料や風味を含まないのにかなり甘く、とても飲みやすいです。これはいちご味なんですけど、うん、で牛乳で割ればもう完全にいちごミルクで、うん、本当に美味しいので、小腹が空いた時におやつとしてもたまに飲んだりしてます。そう、普通にね飲めるんで、おやつとして美味しいから。そうそう、もうジュース感覚でね。そうそう、まあね、逆に水で割ってもすっきり飲めるし、粉がかなり繊細でサラサラなんで溶けやすいっていうのもおすすめポイントです。うん、見た目でさ、サラサラなの伝わると思うんだよ。もうすごいすごい、もうこの辺、こんな感じです、はい、はい、じゃあ最後にこちらのコラーゲンを紹介したいと思います。これね、名前の通りコラーゲンなんですけど、パウダーになってて、この付属のスプーン1杯分約 20g をスムージーに入れたり、コーヒーに入れたり、お菓子作りの材料に混ぜたりなんかもして使うことができます。これは温かい飲み物にも冷たい飲み物にも入れることができて、味も変わることがないので手軽にコラーゲンが摂取できます。さっきのまでの動画でご紹介した通り、私たちはこの毎朝飲むと危ない毎朝飲むこのプロテインと一緒に混ぜて飲んでいます。見てますコラーゲン欲しいの、うん、たっぷりやろて、たっぷりやろて、ほんと。で、概要欄に今ご紹介した商品の URL 貼ってますんで、気になる方はぜひそっちの方に飛んでみてください。で、アナハムっていうコードを入れるとなんと 35% オフになるみたいなんで、うん、購入される方はね、ぜひ買ってみてください。ということで本日はアナハムの朝の習慣のご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ、会長バイバイ、会長のお得意のバイバーイ、バイバーイ、そうそうそう、バイバーイ、バイバーイ、大きくなったね、うん。
。